こなければやはり手前のスペース中間ポジションでとりあえず受けて起点になってサイドに散らす。次のチャンスもガンバー、宇佐美のプレラマー振っていきました。宇佐美隆、加藤ボックスの中に入った、大橋左足、一森キャッチ、入れ替わった、うん、加藤睦月の右足枠の外。高い位置で取りました広島、中野の右足、ナイス。大橋から角度変えた、松本大志の右足だ、ここも一森、おっとポスト直撃、入ってない。いや決定機広島でした。いや広島決定機でしたね。はい、いやここも一森選手よく防ぎましたけど、まあ、この後ね河村選手が間通して黒川、山田打たない、ブロックコーナーキック、ガンバちょっとただ違う、縦に行って東のクロス、ポストこぼれて松本、角度を変えて縦を取った3列目から松本のクロス、ニアサイドヘディング、大橋はポスト、ウェルトンと山田、逆サイドこぼれてウェルトン、ここの坂本選手のクロスも人とは少し違うかったのかなという感じはしましたけども、この弾いた後のこのウェルトン選手の、さて追いかける広島、新井の左足、うおお、信じられない左足だ、スーパー、とんでもないゴラッソ、まあ、右も左も遜色なく蹴れるんですけども、この左足のシュートのこの、まあ、振りの小さとコンパクトにしっかりと刺した縦パス、反応した坂本、キレがある、間を使った、メシノがシュート、いやー枠の外、見事な左斜め45度、シザース切り返す、小原の左足だ、キレがありました小原。いや今の1対1も見事、ユガボールパンチング、佐々木翔、ここで試合終了の笛です、激闘でした。